石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石垣ラジオです。いや、秀すごいいいでしょ。感動感動してます。今かぼちゃ資金で、かぼちゃ資金ですか、購入しましたよ。いやー、これすごいですね。何のことか分かりますか、皆さん。皆さん、ですね、ヘッドホンが、そう、新しいヘッドホンを導入しました、はい、石垣ラジオ。ありがとうございます。かぼちゃに感謝だね、本当ね。荒木さん、ありがとうございます。設備投資。いやいや、でもさ、はい、今一発ね、はいはい、軽くオープニングを撮ってたんだけど、はいはいはい、こう聞こえ方が、いやー、実はそう、さっきもちょっと話したんですけど、はいはいはい、このオープニングって、うん、ここだけはちゃんと実際にこの吉田さんの音楽に合わせて喋ってたじゃないですか。そう、音楽かぶせてるからね。かぶせて、そうそう、うん、だから結構音楽に負けないようにこう声出してたんですよ、はいはいはい、今まで。なんか変に張っちゃったりとか。そう、だからどんなテンションでこれ届いてんだろうなとか、うんうんうん、なんか喋ることに精一杯になっちゃったりとかしてて、はいはいはい、うん、今めっちゃなんか落ち着いて喋れてます。結局、はい、なんだろうね、このちゃんとした収録をするのに必要なのは、はいはい、マイクとこの うん、インターフェースのこの機械だけではなかったってことよね。いやー、めちゃめちゃ快適ですね。いや、結構やっぱびっくりしました。ヘッドホンのパワーすごいね。すごいですね、うん、びっくりするよねこれ。いや、これ本当に、つけ心地というか軽いし、うんうん、ちょっとまた写真でね出しましょうね、うん、はいはいはい、はい、オーディオテクニカ、オーディオテクニカ。いやー、素晴らしい。いや、でもそこまでねバカ高いもんではないのよ、はい、それでも。あ、そうなんですか、うん、でもやっぱ全然違うね、うん、いやー、すごいですね、うん、なんかすごい、なんかまたさらに収録がなんか安定しそうよね、じゃないですか、うんうん、なんかこう本当声の輪郭がものすごいはっきり聞こえる、うんうんうん、はっきりしてる感じね、なんかね、うん、クオリティ上がっちゃうかもしれないですね。あ、道具でね。道具で、ね、道具で、道具で。いいんですかこれ。もういい。もう道具大事よ。うん、人の進歩は道具から来てるからね。はい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 、はい。だからそのずっとさ、はい、思ってたのは、うん、樋口さんゲストで来てくれたじゃん。あ、はい。で、Zoom で参加していただいた時ですね。そうそうそう、うん、ヒデも言ってたけど、あの音声がやばいって話をしてたじゃん。はい、そうだったんですよ。うん。うん、で、やっぱあれはそのてっきりマイクだよなって思ってた、思ってましたよね、うん、はい、でもこれマイクだけじゃねえなっていう、なんかそんな気がしますね、うん、だ、自分がこのマイクに向かって話すときにこの聞こえてくる声が、うん、全然違う、なんか心地いいというか、いや、そう、なんかちゃんとマイクに話そうっていうこう感じになるよね。半年間なんだろうって感じですね。マジでな、本当にね。いや、道具偉大。いや、ありがとうございます。もう来年もかぼちゃ取らんと。そうですね、そうそうそう、かぼちゃに感謝。あ、まあ、今年はね、はい、ヒデも来てくれたし、はいはいはい、まあ、いろんな友達も来てくれて、はいはい、で、まあ、本当、うん、大豊作だったんで、うん、よかったですね。これはやっぱこう自分だけのものではなくて、やっぱ、うん、こういろんなものに還元、世の中とか、はいはい、うん、自分以外のところにも還元したいという気持ちはすごい強くてね。素晴らしい、うん、でその一つの表れとして、はい、まあ、もうこれが放送される頃には終わっちゃってますけど、ええ、明日明後日と、うん、私主催でライブイベントをやりますので、はい、お、うん、来ました。まあ、緊急非常事態宣言下だから、はいはい、めっちゃ縛りあって酒飲めない、人数制限かける、はい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 、であと閉店8時みたいな、うんうん、むちゃぶりだと思いながらもうでもとにかくやろうと思って、あ、もう今そう音楽がやりたいよねって、音楽を聴きたいじゃん、もはい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 、はい、うん、そうですよね。いや、だから聴きたいし、やっぱやる側も、うん、絶対やりたいはずだから、うん、っていうんで、もうとりあえずまずやろうと、はい、お、いろいろ悩んだけど、そこにかぼちゃ資金もつぎ込まれてるんですか。もちろんもちろん、お、うん、今回はフライヤーデザインも、はいはい、あの我らがデザイナーにお願いしてますね。ほう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 、なんでね、はい、うん、
そこも込みで、はいはいはい、もう全部、うん、あのティダヌファームという、うん、僕の農園 の、はい、の資金を、投入します。おじゃあ かぼちゃにこう拝んでそうね、うん、まあ、来年もありがとうと、あのいい思いできるように。そうですね、また豊作だったら、はい、みんなにも手伝ってもらいたいなと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、楽しみにしてます。というわけで、はい、まあ、ヘッドホンも変わったことだし、はい、そうですね、ちょっとうちらもレベルアップしていかんといかんね。そうですね、はい、はい、ソフトの方も、ソフトもね、はい、はい、じゃあオープニングこんな感じで、はい、はい、では、奥谷舞子さん編の第2回ですね、はい、前回フランスまで来たところでね。そうですね、うん、イギリスに留学されてて、そっからフランスに移ったところですね、うん、で言葉も 3,、はい、3つしか知らない。でなんだっけ、ね、うん、ボンジュールと、うんうん、ありがとう、メルシー、メルシー、そう、はい、はい、最後の大事、愛してます。わかんないフランス語は。ジュテームでしょ。あ、ジュテーム。ーすごい。いや、竹富島にジュテームってゲストハウスがあるから、はい、覚えてた。なるほど、なるほど、それで覚えてた。なるほど、なるほど。ということで、はい、じゃあ、はい、フランスに来たところからまたお話聞きたいんですけど、そうですね、どんな感じの生活っていうか、フランスの生活ですか、うん、なんかね、じゃあフランスとイギリスのちょっと比較っていうところで話すと、うん、はい、あのね、フランス人って本当に人間臭いんです。ほうほう。っていうのは、うん、あのね、こう比較として、うん、なんかね、イギリスの方って結構ね、うん、あの当たりはすごくいいんです、うん、例えば、うん、なんかあのクリニックみたいな、あの病院みたいなところに行ったとして、はいはいはい、例えばこういう書類が必要なんですってお願いした時に、うんうん、あのイギリスの人って、うん、はい、わかりましたとかいう感じで、うん、あの OK みたいな、OK my love みたいな感じで、あの言ってくれるんです、うん、であのお願いした3日後に取りに行くと、うん、何にもやってないんですよね。上辺だけだった。そうそうそう。で、やってくれるって言ったじゃんって言うと、うん、なんかまあ、あら、そんなこと言ったかしらみたいな感じで。ひどいやつですね。そう、結構そんな感じなの。で、フランスはね、うん、もう反対に、うん、めちゃめちゃ当たり悪いんですよ。例えばパン屋さんとか行くと、うんうん、なんか最初ボンジューとかって入っていくと、うん、なんかもう無視みたいなスーンみたいな感じ、うんうん、ところが、うん、毎日行くうちに、うん、少しずつこうね、何か溶けてくるんです。面白い。そうすると、うん、なんかね、フランスの人って困ってたら、うん、絶対に置いてきぼりにしないんです、うん、そうなんだ。そうだから、なんかあのフランスっていつも戦わなきゃいけなくて、うん、あの主張したもん勝ちっていうか、うん、主張しなかったら何も手に入らないから、はいはい、あの主張はしないといけないんだけど、うん、あのそれでも向こうが嫌だ、めんどくさいみたいなことを言ってきたりするんです、うん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 、そういう時に、うん、はあ、もうどうしよう、これで私は終わったみたいな感じで、うんうん、はあみたいな、こうやってもう帰らずに、なるほどなるほどみたいな、こうちょっと困る演技をするわけですね。うもうね、これがないと私の娘が困ってしまうみたいなことをすると、うんうん、何何みたいな感じでなんか出てきてくる。 それで結局、うん、全部助けてくれるのね。そうなんでも、そう、パン屋さんも最初むちゃくちゃ感じ悪いのに、うん、もう最後は超お友達になる、うんうん、もなんかそういう感じで、うんうん、全てがなんかこう一回こうなんか仲間になったら、うん、すごくあったかい人たち、ね、最初はあれだけど、うん、イギリスの人はなかなか最初はこれ アングロサクソン的な感じでは、うんうん、あの最初のあたりはいいんだけど、うん、なかなか奥に入れてもらえない、うんうん、そういう感じでフランスは私はすごく好きで、そのフランスに、例えばフランスにその奥田さんがイギリス行った時みたいな、この人と人と の壁というか、こう人種で分かれちゃうみたいなことっていうのはあったの、フランスでは。ね、うん、
フランスは、うん、どうかな、ま、私自体がもう入っていった時に学生ではなくて、うん、ま、自分のパートナーがいたりして入っていってるから、うん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 、そう、だからちょっと入り方も違うのかもしれないけど、うんうんうん、なんかやっぱフランス人の人は、うん、一回友達になるともう本当ずっと長く続くっていうイメージがすごくある、うんうんうん、人間っぽいね、なんか人間っぽい、ね、そうですね、いやなんか日本もさ、うん、日本のこの田舎の方とかもそういうのありそうよね、そう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 、ね、最初はちょっとツンデレじゃないけど、うん、そう、ね、うんうんうん、心開くまでちょっとそうそう、日本もね、うん、最初はちょっと距離を取るでしょ、うんうん、そう、様子見ながら、うん、でも困ってたらなんか、うん、ちょっと手貸してくれそうな、うんうん、そんな映画とかドラマ結構ある感じがするよね、なんかそういうところではやっぱりヨーロッパって、うん、まあラテンの国ですけど、うんうん、そうちょっと似てるかなっていう、似てるとこもあるよね、るなんかね、うんうんうん、そうやって話聞いてると、うん、全然違いますけどね、あ、本当にまあ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 、まあ、うん、でフランスはどのぐらいそのまま生活してたの？結局、うん、まあ途中で何回か帰国し、短い帰国はあるんですけど、うん、はいはい、私が2009年、うんうんうん、2008年か2009年に日本を出て、はいはい、うんうん、帰ってきたのが、あ、違う、間違えました、1998年か9年に出てて、うん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 、帰ってきたのが2007年とか、うんうん、2006年とか、うんうん、その辺だったような気がする、なるほど、だから結構長い間離れてたかな、フランスに行ってた、フランスに出た の間に1年間のバックパッカーの、うん、地球一周旅行っていうやつが入ってるので、うん、入ってる、うん、なるほどね、うんうん、すげえ、それも聞きたい、それも聞きたい、フランスではちなみに何してたの？フランスは最初は学生をしていて、うんうんうん、でそこからなんかアルバイトとかをやり始めて、学生ビザだと何時間まで働けるみたいのがあるから、決まりがあるんだ、そうそうそう、それでアルバイトを始めて、うんうん、まあ、私結局そこで結婚したので、はいはい、うん、そこからは、うん、本当の就労ビザが出て就労できるようになったので、時間関係なく、なそこからは働いてました。ちなみに旦那さんはフランス人ですね。そうそうそうです、そうです、そっか、でそのじゃあバックパッカー聞きたいよね。バックパッカーも聞きたいです、ね、しかもその出発がフランスっていうね、なんかそっからの要するに、うん、旦那さんと一緒にってことですね、うん、そうそうそう、そうなんです、うん、それもだから私のなんか、うん、珍道中みたいな人生の、だから私の旦那さんがちょうど出会って少し経ったぐらいで、うんうん、いやもう自分は世界一周旅行に行くからって1年間行くからみたいな話してて、まあその時にもう別れるだろうなと思ってたんですよ、はい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 、そしたらそのずっと一緒に行くよって言ってたはずの友人が急遽行けなくなって、そうなんだ、行かないって言い出して、そしたらまあ今のうちの旦那さんにあたるパトリックさんが一人で行くのはなってなって、で舞ちゃん行くみたいな感じで誘われて、でもまあそのデスティネーションが行く先が結構果敢なチャレンジングなところが多かったんで、結構ハードな場所、そうそう、やっぱ女子一人では行ってみたかったけど、行けなかった、なかなかちょっとこれは1年もかけて、なんかこんな機会二度と来ないだろうなと思って、はいはいはい、うん、面白いと思ってでその時まだそのお金貯めたお金がまあ残ってたので、はいはい、行きますって言って、すごい、そうそう、それで行って、うん、まあうちのその頃はまだ付き合ってたんですけど、うん、始まりで、うん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 、だから途中で、うん、まあ、1年もあるし、うんうん、性格が合うかどうかもよく分からなかったから、はい、そう、途中で、うん、興味が分かれたりいろいろしたら、うん、もう別に別れてもいいから、うん、いろんなところで合流したりして行ったらいいから気楽に行こうよみたいな感じで、世界一周旅行って知って、うん、一周ティケットは分かります？あるの？そういうあるんです。そのなんか例えばワンワールドとか、うん、スターライアンスとか、その
飛行機のグループで、うん、同系列のグループで、そう、うん、あれの中で買わなきゃいけないんだけど、1年チケットだったら1年の間にこれを終わらなきゃいけなくて、はいはい、ストップまでできて、それでこう戻るのはいけない、どんどんこう進んでいかなきゃいけないっていう、なるほどそういうルールがあるんだ。そうルールがあって、それさえ、ま、守れば、はいはい、日にちってどうでもいいんですよ、変えられるんですよ。あ、長さってこと。そう、で行った先で、うん、ちょっとここ最高じゃんみたいな感じで伸ばしてもいいし、それいいですね、うん、なるほど、めっちゃいい。で短くしてもいいし、ちょっとここなんかあんまりピンとこないねっていうところは、もうパーンって次行っちゃったりして、そんなような感じで進んでったんですね、うん、ちなみに、うん、まずフランスからどこ飛んで、フランスからね、第1、ネパールです。ネパール、いきなりネパールアジアまで飛んでだいぶにですね、東にカトマンドゥに、あ、カトマンドゥ降りたんですよ。はいはい。え、それはなんやっぱ見たかったヒマラヤが。そうで、まあ、っていうのは彼がもう、うん、あのその行くところはとりあえず決めちゃってたんで、あ、もう一人のお友達との間で、うんうんうん、だからまあ私は、うん、変えたかったら変えればよかったけど、うん、結構ギリで決めてたから、うん、まあ、とりあえず最初は一緒に行こうと思って、カトマンドゥに降り立ったんですけど、はい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 、いやもうね、どうだった、降りた瞬間からやばくて、何やばいです、どんな感じ、あの頃、はい、20何年前ですよね、うん、で、うん、あのまあ、バックパックしちょったあの白人とか、うん、はいはい、金持ってる風に見られてて、はいはいはい、もちろんものすごい今でこそ、うん、あのアジアとあのなんていうのかな、こう差がね、どんどんこうなってきてるけど、うんうんうん、あの時代ってね、本当、うん、まだまだ貧困だったんですよね、ネパール。そうか。だから、はいはい、カトマンドゥ年で言うと、うんうん、2000年ぐらいな感じ、2000年ぐらい、そう、ね、ちょうど2000年だ、うん、で、降りた瞬間に、うんうん、もうね、目がギラギラしてるんですよ、みんなの人の怖えで、うん、やばっと思って、うんうんうん、でね、あの空港で、うん、その最初タクシーに乗ろうと思ったら、はいはいはい、あのカバンをガーって引っ張られるんですよ。自分のタクシーに 乗ってほしいから。あ、そういうこと。それで、そう、でももう命からがらじゃないけど、うん、本当に引っ張られちゃうから、もうあのパトリック の、うん、そのバックパックにしがみついてそんな感じのスタートでそうなんだ、そんなあれだったんですね、うん、あれはすごかったですね、結構。え、いや、見に行ったの、ヒマラヤは。あ、行きましたね、あのトレッキング、うん、トレッキングで、なん、うんうんうん、見えた、エベレスト。すごい見えましたね、うんうんうん、一回見てみたいな、すごい、すごいです。結構歩くんですか、あれは。歩きます。で、実を言うと、私その頃、私膝に、うん、あの先天的なこのあの病気っていうか、うんうん、あのなんだっけ、半月板がないっていう体なんです。そうなんです。そうそう。でもその頃若くて知らなくて、はい、まあ、30いくつでそれ判明して分かったんですけど、うん、問題が出てきてから、うんうん、だからそんな膝だったから、うんうん、実はトレッキング始めたら、うん、もうバンバンに膝が腫れちゃって、腫れちゃうよね、だって、うん、もう道なき道を行くみたいな感じですもんね。そう、うん、それでちょっと普通のあのトレッカーの、うん、そのツアーの人からは離れて、うん、あの移動した、うん、させてもらったっていうのがあって、あれすごいチーム組んでいくんですよね。すごいんです。あ、そうなんだ、うん、いやもう、まあ、この話していいですか。いいよ、どんどん長くなっちゃうんですけど。聞きたいです。でもあの時に、うん、この山登りの時に、うん、あの私たちってもうすごいトレッキングシューズ履いて、完全防備じゃないですか、はい、うんうんうん、ところがね、現地のポーターの人とかっていうのは、はい、もうなんかタイヤとかで作った草履履いてるんですよ、うん、でももうピョン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 って軽いんだ、身軽い。しかもね、背中に、うん、竹で編んだ、うん、そのこうカゴみたいなものを背負ってて、その中に私たちのバックパックを、うん、
まあ15キロとかあるやつを2つとか3つ入れてんのね、カゴの中にバッグを入れてピョン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 、そうカモシカみたいなの、カモシカっすね。で私たちは、まあ、自分の荷物5キロぐらいしか持ってないのね、最低限度、はい、まあ、水とか自分の水とか上着とか、うん、そのぐらいしか持ってないのに、うん、ヒーヒー言って歩いてるのに、うんうん、この人間力ってなんだろうって違いがね、そう、その時結構まずガッツンって一発目来て、来ますね、来ましたね、やっぱすごいな。今でもそんな感じなのかな、ね、いやもうどうなんだろう、だいぶ変わっちゃってると思いますよ。だから昔のさ、江戸時代ぐらいの日本人もなんかそんぐらいなイメージがある、うん、そう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 、あんな感じ、草履履いて江戸時代だって、まあその明治とかでも田舎の方とかってなんかすごそうよね、うん、ありますよね、なんか外国人が記録してた日本人の姿みたいな、なんかだってあの駅伝ってあれなんかあれだよね、そのこう手紙とかも持ってくような、あれが多分元なんだけど、飛脚、飛脚だ、飛脚、超早いらしいよね、飛脚、そうそうそう、なんかすごい距離を一日に行くんですよね、そう、なんかだからあんな感じよね、多分ね。お肉食べないんですよ、ね、肉食わないんだよね、そう、米のパワーとか言われますよね、玄米、玄米で、なんか海外の人がその時に、うん、その日本人にお米しか食べてないからそんなに動くんだからとかって言って、うん、お肉を食べてみろって食べさせたら、うん、一気に走れなくなったんですよね、そうなんだ、うん、そうなんだ、そうそうです、飛脚さんがお願いだからお肉やめてくださいって言ってそういうなんかエピソードも残ってるらしいですよ、なやっぱ食べ物ね、なんだろうね、そうでしょうね、やっぱ美味しいものどうしても食べちゃうからね、人間は美味しいもの知っちゃったら、そうですね、ジャンキーなもの、カップラーメンとかやっぱうまいもん、たまに食うとさ、はいはい、まあでもね、ちょっと毒も入れない、毒も入れないの、そうそうそうバランスですよね、バランスバランス、そうです、うん、じゃあそのネパールの後は、ネパールの後、うん、どっち行った、ちょっとね、うん、あの結局はそのアジアをくるくる回って、うんうん、まあ、うん、いろいろタイとか、うん、ベトナムとか、うんうん、ミャンマー、ラオスとかも、うんうん、当時だったら相当な感じじゃないでしょうね、ですね、うん、もう超田舎というかこう、うん、素朴というか、素朴でしたね、うん、なんかだからやっぱり、ハノイと、うん、ホーチミンの差がすごかったんですよね、うん、どっちがどっちなんですか、ハノイが北側ですよね、うん、だからその、社会主義側、うんうん、で南がホーチミンで、うん、そう、うん、だからこっちに来るともう超フレンチ、うん、食べ物フランスが、うん、あの、うん、そうね、フランスが占領してたよね、うん、してたから、うん、そのあれが名残があったりして、ね、あ、うん、じゃあホーチミンの方が栄えてる感じだ、そうね、自分たちに近い感じですね、うん、なるほどなるほど、うんうんうん、そのほら前サラさんの時にそう、ね、うん、なんだっけあのパンフランスパンバゲットバゲットがあっち、うん、バインミーがすごい美味しいじゃないですか、美味しいね、はい、そうそう、で話をしてて、うん、で、そうそう、実はベトナムパンがうまいんだみたいなのをサラさんが言っててね、うんうんうん、すごい美味しかった、なんでっつって、あ、そうか、フランスが統治してたからかとかね、なんか、うん、そういうのもまたまあね、いや占領される側からしたらいいことかどうか分からんけど、うん、でもなんか、うん、その文化がね、うん、異国の文化が残るって日本も結構あるじゃん、うん、あの台湾とか、まあそのね、日本語を習わせたこととかいろいろあるけど、うんうん、まあでもその建物とかね、うん、結構残ってたりとか、うんうん、あれはあれでなんかそう全く無関係なものの視点から見るといいなって思うことがあるよね、で、いやでもそのあんなパンうまいんだ、でもパン美味しいですよね、美味しいですよね、うん、フランス行ってフランスパン食べたことないんですけど、でもフランスのパンとまたちょっと違う、あ、そうなんですか、小麦が違うとかなんかな、なんだろうね、かな、わかんないけどちょっと違います、うん、へ、でも美味しい、すごい美味しい、うん、
えでアジアベトナムも回ってインドとかも行かれました。インドはねその時に行かなかった、うんうん、あ行かなかったんです。なんでかっていうと、うんうん、その時にやっぱ人に会った人たちに、うん、インドは絶対単体で行った方がいいよって言われて、あ2人じゃなくてこのこうぐるーっと行ったところでインドを経由していくよりもインドだけでもうすごいディープだから、ああそうかそういうことか、うん、あのもう1年何ヶ月でインドだけ行った方がいい、うんうん、この続きじゃなくてって言われて、なるほど、インドだけでインドは行かなかったんですよね、うん、で、うん、結局、うんまあ、その辺の国をこう回って、ラオスとかミャンマーとかいろいろ行って、うんうん、でそこから、先にしか進んでいけないので、うんうんうん北京に寄って、うん、日本に寄って、うん、そこから中米から南米の方に行ったんですよ。そこもまた難しいところですもんね。中米はどこから。中米はね、キューバ、うん、キューバキューバすごい。キューバ行きてカラフルで、カラフルな、どうしたキューバ。キューバはね、このだからなんか1年旅をして、うん、なんか気になったとこってどことか、なんかすごいの、はい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 、心残ったとこってどこ、はいはい、って聞かれますよね。聞かれるのすごい多いんですけど、うんうん、私はやっぱキューバかなり来てる、来たんですよ。あそうなんですね。何がいいか、なんかね、だからその、うん、びっくりしたのは、うんうん、社会主義だガンガンだったんで、要は、まあ、皆さん結構貧困なんですよね、はい、でも皆さんすごい教育レベルなんですよ、うん、教育と医療は全部タダなんで、はいはいはい、だからみんなものすごい教育レベルであって体もすごいいいわけですよ。医療が発達してるから病気になれないわけです。健康なんです。で、すごい、あとその農業っていうことがすごい大切にされてるので、はいはい、うん、だから1年にねどのくらいかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんうん、強制的に農業をやらなきゃいけない時期があるのね。そういうの決まってるんだ。決まってんの。国民の義務みたいになってるんだ。義務なの。そんなんだ。そうそう。で、例えば大げさに言うと、うん、弁護士も、うん、掃除婦も同じ給料だったりするわけです。その農業に従事するときは、うん、あじゃなくてずっと仕事全員が、うん、でなるほど。それでどの仕事してても、うん、その肉体労働は必ずあるんだけど、うん、はい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 。で私そのびっくりしたのが、うん、お店に行くと何でもあるんだけど、うんうん、全部一種類ずつしかないんです、だから歯磨き粉も一種類、歯ブラシも一種類。会社がないからでしょ。国がみんな作ってるからでしょ。国営だから全部もの作ってる。だから全部あるけど、うん、全部一種類ずつ。一種類ずつだ。だから私たちの価値観って、うんうん、はいはいはい、成功したら、うん、お金があって、うんうんうん、でそのお金で何かをいろいろ持って豊かになるじゃん、うんうん、人よりいいものを持ってとか ね、 そ、 ね、うんうん、それがないわけですよ。すごいな。なんかこれ古典ラジオの話で言うと、うんうん、お金の歴史のところでやってたよね、うん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 、株式会社の話とかもそうだけど、うん、あれよね、結局、うん、労働時間を効率を良くして短い時間で稼げるようになった人が、うん、その余った時間をさらにこううまく活用して、うん、どんどんそういう人たちが裕福になっていったっていう、うんうんうん、それがないわけよね、うん、もう労働は同じ量だけやるっていうふうに決まってるから、うん、誰が金持ちになるとか、うん、そういうことがないってことだね、うん、そう、うん、だからどういうふうに成功とか失敗を図るのかっていう、うんうんうん、成功した、あそうね、うん、なるほど。幸せって何ってなってくるわけ。ちょっと分かんないね。すっげえ分かんないね。比較ができないもんね。そうよ、うん、だってでも、うん、これが、うん、例えば、うんうん、働きすぎちゃって、うん、病気になっちゃったって言うんだったら、はいはい、不幸なんだけど、うん、そこに医療がもうちゃんとあるから、うんうん、治されちゃう。そうだよね、そう病気にもなれない。でもすごい教育があるわけ。みんなこれさ、奥谷さんがその国見てたイメージで、うん、
キューバの人どう幸せそうな感じはあったのかな。あ、そう、ね、うん、だからね、ものすごい体が美しいんですよ皆さん、うん、体が美しい、美しいです、もうすごい美しいんですよみんな、まあまあ太ってる人とかほとんどいなくて、うん、しなやかな体をしていて、うん、皆さん本当にあの長生きされるし、うん、でその中に音楽と、うんうん、あのよく見るね、あのハバナ の、 あの、うん、ソーシャルクラブみたいな感じ、あれもう その、うん、そこら中に踊りと音楽とが満ち溢れていて、サルサとラテンミュージック、そうですっごい古いんですよね、何もかもが古いんです、うん、車とかすごい、車ももうとにかく何も物資がないから、うんうん、ずっと古いものを直していくし、ね、はいはいはい、楽器とかもボロッボロなんですよ、でもものすごいいい音で、あれでもさ確か道端で音楽やるのにも資格がいるんじゃなかったの、キューバって。いやもうみんなそこら中でやってましたね、なんかで聞いたことあるけど、そのやるのになんかこうそれをやっていい人みたいな、あ、そうかもしれない、なんか大きい広場とかはそうかもしれない、うんうんうん、路地裏はもうみんな普通にやってるんですけど、だからそれを見た時には、うんうん、やっぱりすごい豊かだなって思って、なるほどね、すごいなんかこう芸術がもう生活の中にもうおなんていうの染み込んでて、でなんかみんな健康でしなやかで、うんうんうん、で食べ物も もちろん添加物なんか絶対ないからすごいあのよくて、そうでもやっぱり貧困なんですよね、そうだよね、うん、だからそこのなんかバランスがすごい難しくて、でちょっと裕福な方っていうのは、うんうん、やっぱりアメリカにね、うん、親戚とか、なるほどなるほど、もうあの頃まだ全然国交がなかったから、うんうんうん、そういう人はなんか物資が送られてきて、うん、っていう感じ、うんうん、なんかおしゃれとかもできないから、あのカーテンを頭に巻いてたりするんですよ、へ、でもそれってすごいなんか素敵で、あのキレどっかで見たことあるなとか、そうだうち の、 あの私がステイしてたところのおばちゃん家のカーテンだわあれと思って、あるものを、そう、でもそれは美しくって、なんかあそこは結構ガツンときました、なんかいろいろ難しいね、なんかこう でもさ選択肢がない分、うんうん、だからやっぱそういう音楽とか、うん、そういう芸能的なものが、うん、に没頭できるんだろうね、うん、それはあると思う、うん、沖縄も結構芸能多分俺そうだと思って、うん、昔テレビが NHK しか映んないみたいなのがあったわけじゃん、ってなるとやっぱこうなんで暇を潰すかっていう時に、うん、やっぱ歌のね祭りの時にうまくやりたいから歌の練習するとかいうのはきっとあったんじゃないかなって思うんだよね、だからそのある意味こうアメリカに占領されてたから残った文化って沖縄にはあるから、そのさっきのフランスとベトナムの話じゃないけど、なんかこう長い時間軸でまた見るとね、それが織りなす豊かさというか、うんうん、そういうものも見えてきて面白いよね、うんうん、そのキューバ、そっか、でキューバ行ってみたいけどね、いや、うん、今は多分随分変わってるだろう、ね、と思うんですよ、だいぶ資本入ってるでしょ、うん、きっとアメリカとね、うん、中国とかも、ね、だいぶ変わったもんね、うんうん、それこそね、うん、昔は社会主義で貧しかったっていうけど、今みんなお金持ちになってね、日本に来ている時代になってるからね、そうですね、でキューバはあとはどこ行ったの、キューバからこうどんどん降りていって、うん、メキシコとか、うん、中南米、そう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 、南米とかも興味あるけど、エクアドルとか、あ、エクアドル、で、どこ行ったんだっけ、ボリビア行った、うん、ボリビア行った、ゲバラのとことか行かなかった、うん、ボリビア行って、うん、あとペルーとか、ペルー、マチュピチュとか、うん、クスコとか、でそっから最後ブラジルまで行って、うん、リオデジャネイロからパリに戻ってきた、うん、あっちは行かなかった、パタゴニアの方はもう時間が足りなくて、1年って大したことないんですよ、やっぱそうなんだね、地球広い、地球広いだからあの旅では全然もう、うん、
あのオーストラリア大陸も、ああそっか、アフリカ大陸も、オセアニアっていう、あっちのは行ってないんだよね、うん、ユーラシアもこっちの、うん、あの、うん、あっちも全然行ってないんで、東、うん、東とか、ね、あとロシアとか、ロシアも全然行ってない、うん、モンゴルも行ってないし、そうって考えるとその国を回るっていうのもまた、うん、全部ってのはそれはちょっと厳しいよね。ないですね。なんかすごい、なんかすごい飛ばし飛ばしの旅というか、うん、寄っただけの旅みたいな感じになっちゃう、うん、それはそれで味気ないもんね、うん、やっぱそう、そうですよね、行ける国ってまあ縁なんだろうね、そうやって考える、うん、それもあると思います、うんうん、タイミングと、タイミングとだって本来だったら、うん、そのね、パートナー一緒に行く人が辞退してなければ行けてないわけ、行けてない、行けてない、今ここにいないはずだもん、いない、全然いないですだから面白いよ ね、 ですね、なんか、うん、でも結局その俺なんかは行ってないから、うん、逆に奥谷さんとかから、うん、そういうね、サラさんとかからそういう外国の話を聞くのがすごい楽しくて、そこでなんか補完してる感じあるもんね、うん、すごい、うんうん、でもぜひ行ってみてください、やっぱ自分で行った感覚っていうのは、うんうんうん、違うだろうね、全然違う、うん、1回だけだもん、俺行ったことある、ライブは違いますよね、オーストラリアオーストラリア、オーストラリアに水牛の買い付けに行くのについてったみたいな、おー、竹富で水牛の買い付け、あ、こっちの仕事で竹富で仕事してた時に、うん、もう血が濃くなってきてて、うん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 、水牛が新しい牛を、うん、あのオーストラリアに買いに行くぞっつって、うん、でアジアたくさんいるんだけど、あれ、はいはい、病気があってこっちに持ってこれない、あ、検疫の問題で、なるほどなるほど、だからオーストラリアにいるらしいっつって、アジアの水牛が、はいはいはい、だからあれを連れてくるっつって、はいはいはい、それでオーストラリア行ったのが、最初で最後の外国か、全然台湾とか行きたいとか思ってるけど、すっごいいい台湾、うん、近いですしね、お隣だし、台湾最高ですよ、うん、それはもうずっと、行きたい行きたいって言ってるんだけどね、はい、まあ、気候も近いし、うん、その台湾の農家さんがどういうものをどういうふうに作ってるのか、あ、そっかそっか、台湾って意外とそのオーガニックが盛んだっていうわけ、うん、でも、うんうん、俺の印象だと、はいはい、この石垣みたいな暑いところっていうのは、うん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 、めちゃめちゃオーガニックの栽培ってやりにくいんだよね、病気も出る、虫も多い、うんうんうん、っていう状況的には割と似てるはずなのに、うん、なんで台湾の人はできてて、はいはいはい、もしかしたらできてる人は山の上の方のちょっと涼しいとこなのかなとか、なんかそういうことも実際自分で見に行って、うん、っていうのを、あとはそのパイン作ってる農家も見てみたいし、はい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 、で美味しいものも食べたいしね、うん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 、なんか俺の中ではその今一番近い外国は台湾、おお、いいじゃないですかめっちゃ楽しい、台湾行きたい、ね、うん、ね、楽しめそう、いや、そんな話で、はい、もう30分超えてますんで、もう第2部はこんな感じかな、こんな感じですね、うん、世界一周の話だったね、はい、ですね、いやー、なんか行きたくなっちゃった、また、またっていうか、僕もだって1年厳密に言うと10ヶ月ぐらいでアジアをやっぱり回ったんですけど、うんうんうん、でもやっぱりアジアだけでそれだけかかっちゃってて、そっかそっか、そう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 、うん、じゃあもう よそに行くなんてまだまだ、まだまだやっぱりそう、行こうと思えばたくさん見たいところはあるんだけど、うん、今石垣島にいるとあんまり旅行別にいいかなっていう気持ちになっちゃってる自分もいるっていう感じですね。でもこういう話を聞くとちょっとワクワクしてくるみたいな感じがありますから、まあ、でも行くよ多分俺は、うん、どっかに、うんうん、そうですね、ぜひぜひちょっとあの年を取ってからそれを経験することになると思 う、ね、はい、実際自分の目で肌で感じて、うん、まあ、超楽しみだね、はい、それも含めて、ね、そうですね、はい、じゃあ、世界中の旅はこんな感じで、はい、第2部は、終わりましょうか、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございます、はい